よしよしよし、1957まで来て1922の人だったから、これ勝ってばだいぶでかいな。で、あのスカーフデデフだった場合、僕のパーティー大体出てくるんですよ。そのスカーフデデフ、ギンガーも上から叩けるし、月光ガーも上から叩けるんで、あ、どうしようかな。大体でもゲンガーから入、ゲンガーじゃない、月光ガーから入るんですよ。そのスカーフデデフ警戒して、他に月光ガーの通りがいい時って、月光ガーから入って、そのスカーフムーホで月光を抑えた場合、後ろからゲンガー投げて身代わり打って催眠の起点にするってのが、まあ、大体の僕の戦術なんですけど、でも相手のパーティーガッサもめちゃくそ通りいいから、ガッサ月光がゲンガーみたいな戦術でもいいんだよ、いいんだよな。ガス初手がガッサで裏に月光がゲンガー置くか、月光から入って裏にゲンガーカバルドン置くかのどっちかなんだけど、でも月光芽から入って裏にゲンガーとカバルドン置いた場合、相手のスイ君がめちゃくちゃ重くなるんだよな。でもキノガッサとブルドロス見といてスイ君出てこない可能性も全然あるしな。だからそう考えると、え、待って、どうしよう。いや、月光がゲンガーカバルドンにします。対戦よろしくします。まあ多分テテフだと思うけどね。全然違った、ミミッキか。どうしようかな。ミミカスか。川だけ破っといてもいいけど、だカバルドに抑えたタイミングでこれ剣舞とかされるとめんどくさいんだよな。パス下げるけどさ、これ僕カバルドの耐久調整ちゃんとやってないから、多分こいつめっちゃ特防に扱ってるんですよ。で剣舞 Z じゃれつく耐えない可能性が、あ、 OK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 、 Z フェアリーか。あー、メザホの月光がだったら、メザホの打った後にドヤ顔でハイドロカノン打てたのに。挑発が誰、挑発ミミッキっていないかな。挑発マジで誰いんだけど。え、待って、なんか僕さ、ここ普通に考えたらあくびとかからでいいんですけど、ね、挑発をめっちゃ警戒してる自信と迷ってるから、これ挑発ないな。フェアリー Z でさ、ミミッキに挑発入ってるのってどのぐらいのもんなの。そうでもないかな。あー、なるほどなるほどなるほど、あくびでよかったやつね。自信打っちゃったけど、じゃれつくを仮に耐えたとして、まあ、耐えるか分かんないけど、めっちゃ微妙なラインだけど、まあ、多分死ぬと思うけどな。もし耐えた時のこと考えるか、没プラス自信でミミッキ飛ばせるか、いや微妙いな。だから一番いいのはあくびか、じゃれつくかわすとか耐える読みだったら。外せ外せ、耐えろ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 、お願い耐えて、死んだいや、首から、いやでも、そいやでも首から入っても最速を消されてたらあんま変わんなかったしな。まあ、ミッキは Z アクハでぶっ飛ばせるけど、 Z アクハでぶっ飛ばせるけど、まあ陰打ち、問題こっからなんだよな。ミミッキ落とす。で、テテフがスカーフだったらテテフから出てきそうかなーか、リザードン。ニトロチャージ持ってる。これ多分テテフスカーフですね。ここアクハで突っ張ります。ムーホ読みだったら、ゲンガー、いや、ゲンガー下げでもいいか、ムーホ読みだったら。いや、でも怖いな、アクハで、アクハウとアクハ。スカウフしなかったら、裏からゲンガー出して、ラス1に対して催眠打つみたいな展開の方が、めっちゃ一番ワンチャンつかめそうな気がする。もしくは、ここもアクハで、テテフ昼間せに行って、行ってもいいし。オッケーオッケーオッケー、スカーフ、そう、これがやりたかったんですよ。お前、なんでゲンガーに催眠と身代わり入ってんだって、こっからですよ、こっから。こっからおしゃれムーブするから。で、スカーフ出てくるじゃないですか。あ、これ、テテフ一回引っ越えて、再起ね、打てば、勝てるわー。そこに突き刺さる身代わり。まあ、でも、相手のラスト、いや、だって、いや、ヘドバクは甘えだよな。で、ヘドバクは無理だ。ヘドバクは結局、あれ、身代わり割れるから、催眠を結局リザードンに打たなきゃダメっていう
なんかドヤ顔してるけど結局催眠当てれなかったら負け。ニトロチャージしかもあるよなこれ。え、催眠打つべきだったか。砲台割と見えてたし。ちょ、お願い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 。これ勝ったでしょ。これがスカーフデテクに対する理想ムーブ。だいたいリザ X たたり目で一発で飛ばせるんだけどな、基本的には。ん、あぶねえ。じゃね、ここ起きてさニトロチャージ打たれてたら負けてたんだが。これさ、テテフに対してヘドロ爆弾打つんですけど、ワンチャンテテフがさ、なんか何かの間違いで耐えてくる可能性あるんですよね。そのヘドロ爆弾って別に火力が高い技でもないし、カブテテフってそれこそ耐久力めちゃくちゃありますから、なんか何かの間違いでさなんか耐えてきそうなんだよな。まあヘドバック打つんだけどさ、いやここは落とせると信じてる。耐久無振りだったらさすがに CS ぶっぱゲンガーだからテレフぐらい持ってってくれるだろ。オッケー、対戦ありがとうございました。1980までいって、よっしゃあと2回で2000いける、勝ったら2000いけるだろうと思ったら1548の人と当たりました。ちょっとやばいですね。違う、パーティーが怖いんだよな。トリックルームの心配はとりあえずない。抜け人がトリル使えないからトリルの心配はなくて、鬼しずくもを除いたらカバルドンがめっちゃ刺さってる気がする。てかこれ昨日勝ったからでよくね。あーでも昨日勝ったあれか、マニューラにフリトンとか猫魂で助け潰されて、そっから相手のマニューラが助けだったら氷技で昨日勝った縛られるし、玉だったら玉だったらつぶってで昨日勝ったが縛られるから、って考えるとマニューラから来るよな。めっちゃマニューラから出してきそうで、マニューラ読むんだったらもうカバルドン当てでっていいんですけど、カバルドン出したタイミングで鬼気づけもとかから来られるとまあやばいっていう。ガッサから入って、そうね、ガッサから入ってマニュー来たらカバルドンに下げるか。負けられないんじゃ。いやーちょっと待って、マジで時間だ。いや僕がここまで信じてきたルカリオを信じよう。鬼しずくん、オッケーオッケーオッケー、川から入らなくてよかった。寝言とかあるから、鬼しずくんも岩石封じっていいか素直に。なんか寝言とかなんか打たれたらめんどくせえしな。岩石封じと、なんか鬼しずくもってその技スペース余るじゃないですか。だから割と、あ、オッケーオッケー、引っ込めてくれるんだったら岩石封じが結局刺さる。いやよっしゃ、もうちょっととりあえず気持ちが楽になりましたねこれで。じゃあな。あー、たすきか。あー、これ陰打ちでガッサの、てか報酬でよかった、どっちにしろ。陰打ちでガッサのたすき潰されるのが嫌ですよね。岩石封じ打つ、陰打ち打たれるでしょ相手の抜け人に。いや、ガッサのたすき残すルートが取れるんだったら残しといたがいいわ。まあ多分これ鬼しずくもからカバルドンに対しては、え、ドラン、でも全部見えたな。これはまあ別にそんな悪い対面でもないぞ、相手のヒードランがあのメガネじゃなかったら。抜け人は出てこれないから、後出しがあるとすれば鬼しずくもか。まあでも自信いいですね、鬼しずくもバックだったとしても。
あの、あくびから入れなかったのは、なんかヒードランが身代わりとかから入られると嫌だなと思ったから、まあ、ステロスロックを巻かなかったのも、まあ、ほぼ同じ理由。で、これは、この対面になったらなったでよかったんで、ここはあくび打ちます。うん、こっち、僕、カバルドンの方が早いだろうなと思ってたから。あ、Z か。まあ、これはさすがにカバルドンレベルの耐久があったとしても鬼しずくもはめちゃくちゃ火力があるポケモンなんで落ちる。でここで鬼しずくもが突っ張ってきた場合寝るんですよ。で多分僕の予想では一旦抜け人を切ってくると思うんですけど、抜け人がもういらないから多分切ってくると思うんだよな。ゆかりを出して、身代わり張ります。うん、で抜け人切って多分鬼しずくもリターンだったと思うんですけど、でこれヒードランから入れないから、鬼しずくもは多分インファ2発でぶっ飛ばせるはず。てかまあ最悪落ちなかったとしてもタスキキノガッサが残ってるんで、多分ヒードラン対面では今 HP の減り方がすごかった。鬼しずくもは特防はあるけど防御は多分そんなないんで、インファ2発でこの HP だったら押せる。この動画で僕レート2000に乗せるつもりだったんですけど乗りませんでしたね。いや心臓に悪いポケモンバトルだった。動画のご視聴ありがとうございました。前の動画は左、次の動画は右の枠からご視聴いただけます。チャンネル登録は真ん中の緑のアイコンからご登録いただけます。これ僕のオリジナルキャラクターのバーっていうやつなんで、よかったら覚えて帰ってください。その他動画は説明文にまとめてあるので、興味があればよろしくお願いいたします。